まあ断捨離っていうことなんですけれども物だけじゃなくてね、まあ、趣味の話も含めてちょっとお話ししようと思います10代20代の頃はいろんなことに興味があってとにかく始めてみましたえー、っと中学校3年の頃にはスケボーダンス DJ ラップモトクロスにボルダリングエアガンと釣り とにかく多趣味で全部そこそこはできたんですよでもすごくできるものが一個もなかったずば抜けてすごいってものが一個もなかったこれが当時ものすごくコンプレックスでした全部中途半端だったわけなんですでも全部を本気でやれる時間もお金も体力もなかったので本当にやりたいことを絞って やる気と時間とお金を全部それに注いだわけなんですそれが DJ という選択でしたそれには覚悟がいりますよねそうなんです何か始めるとき自分をチェンジするときには覚悟が非常に大事なんですで当時何を実践したかといいますとまず第一番目に部屋からテレビをなくしましたその次に 友達と飲みに行ったたりすることとをやめました友達と会うのをやめたんですそして練習スケジュールを壁に貼って毎日練習しました DJ の練習なんですけどもで練習したらシールをこう壁に壁のシートに貼るみたいな感じであと東京のクラブや県外のクラブに通って外の世界を勉強しましたそういうことを一人で何年もやってました それでなんとなく自分のスタイルというものが見えてきた感じでしたね当時はあとこう DJ やってましたからあのレコードもたくさんこう購入してましたけれどもレコード棚にこうたくさんレコードが入ってるわけなんですけどもそのレコードも徹底的に断捨離していましたねまあ断捨離っていう言葉は当時なかったんですけれども、まあ、厳選してました 私の考える良い d j っていうのはしっかり世界観を醸し出せる d j だったんですだからいくら良い曲でも自分の世界観から外れるレコードは買いませんでしたしもしそういうレコードが棚の中に混ざっていたら取り除いてましたそれはなぜかと言いますともしそういうレコードが棚の中に混ざっていたら選曲にも迷ってしまうし 表現の軸がぶれてしまうからです。その代わり自分の世界観の中で振り幅を大きく取りましたですから迷ったレコードは全て取り除く自分のツールとして消化できないレコードも取り除くそうすると結果的にレコード棚の中は自分にとっての一群なんですよね全部が全てが。 非常にシンプルなな状況なんですすぐにでもキャンパスに絵が描ける状況と言いますでしょうかわかりますよねこれを自分の持ち物や部屋や習慣に応用しています例えば買っても不要になってしまったものはいつまでも持っておかないですぐに、まあ、メルカリでも、まあ、ヤフオクでもそういうので現金化して今やるべきことにすぐ回します そうやって余分なものを持たない置かないようにすることによって本当に自分がすべきことの輪郭をはっきりさせるんですね何か新しいことを始めたい自分をチェンジさせたい仕切り直しをしたいっていう人は思い切って断捨離することによってそういう状況を自分で作ってみるのもとても効果的かもしれませんまたよろしくお願いします